はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。ツーポイントホスピタルやっていきましょう。さあ、前回はロックでなし症、そして闇鍋病が流行していた第2ステージロアブロックをクリアすることができました。おめでとうございます。さあ、今回からこちら第3ステージフロトリングでの病院経営スタートしていきます。よーし、やっていきまーす。さあ、それでは第3ステージやっていきましょう。いくぞ。スタッフの育成と研修について学びましょう。何を今さら、行くぞ。さあ、このフロトリングではどんな奇病が私たちを待ち受けているやら。さあ、来ました。スタッフ育成。スタッフの能力を最大限に引き出すには研修を受けさせて昇進させる必要があります。スタッフが十分な経験値を得て研修を完了すると昇進させることができます。ほうほうほう。だから昇進させることが必要なのかな。まずはじゃあ、まず総合診療室を作りましょうか。じゃあ、まあこの辺かな。3×3 か。じゃあこの辺にまずは、あー難しいな、ちょっと待ってね。はい。まずは総合診療所を、まあ、この辺によっか。よし、行きましょう。じゃあ、ここにドア作るか。で、じゃあ、で、デスクはここ。で、書類棚はここかな。はい、いいでしょう。はい、決定。で、次は、お医者さんを雇いましょうか。じゃあ、まずは、ナイル弁慶さん。はい。じゃあ雇いまして、はい。で、今度は何がいるっけかな。受付ですよね。アイテムか。はい。受付、患者さん、待って受付を済ませてください。ここね。はい。さあ、でこちらお手紙が届いています。精神科救急。マクナリー氏にお辞儀をしなかったという理由でジャンボ病院から追い出された精神科の患者たちが治療先を探しています。治療すれば報酬を得られます。当院で治療しますか。ああ、いいですね。じゃあやりましょうか。はい。なので、診察室、これだ。これを置きましょうか。3×3 か。 3×3 はじゃあこうして、じゃあこうするか。で、患者さんの椅子、あ、じゃあ、精神科医の椅子か。じゃあこうして、で、これで、これが患者さんの椅子か。はい。で、この辺はそうだな。もっとね、いろいろ置きたいっすね。じゃあ、そうだな。あ、ランプいいじゃん。じゃあこれをアンロックします。はい。じゃあランプ置きましょう。あー、いい。あー、おしゃれだね。で、あと、雨水。はい。雨水。なんだこれは。なんだろうこれは。まあ、とりあえずこの辺置いとくか。いやー、ちょっとやめとこう。あとは、かまど欲しいな。なるほどな。あんま無駄なものを買えないですね。じゃあ、この辺。じゃあ、写真とか、はい。ちょっと精神科っぽくするか。で、ソニックのポスターも置いて。あ、いいんじゃないですか。このランプがいいね。で、じゃあ、精神科医のお医者さん。精神科医は、どれだ。うわー、まだいないな。あ、で、めっちゃ精神科の人並んでる。これ、さっき言ってた救急で来てる方か。もうちょっと待ってて。今、精神科のお医者さんも呼んでるから。この人は却下して。大丈夫かな。もうちょっと待ってください。もうちょっと待って。やばい、めっちゃ待ってるもんな。すんげえ、めっちゃライト回ってるもんな。怖い。もうなんかプレッシャーがすごいもん。これ違うな。ごめん、もうあと20日待ってください。ごめんなさいね、本当に。
で、こっちの方は大丈夫かな。いやこの人治療失敗してんな。診療待ちかなこれ。受付待ちか。マジか。待って。じゃあ、そうやな。じゃあ、アイテム、受付。もう一個増やそう。ここにするか。はい。で、ここに。はいはいはい。で、もう一人、事務員さんを雇う。あ、事務員さんのスキルは豊富やな。じゃあ、はい。で、こっちっすよ。あれ？あ、今、あれ、お医者さんいるじゃん。あれ？ナイル弁慶氏。あ、これ、あ、この総合診療の方だ。よかった！精神科の資格も持ってたんだ。ナイス！じゃあ、私はウェンディーレジェンドさんをこっちの総合診療所で働かせましょう。ナイス！素晴らしいっすね。さて、どうだ？はい。あー、しっかり。しっかり対応してくれてる。で、何の病気なの？フロイト症。はあ。文字が小さくて読めない。で、もうすぐで病院の、レベルが上がるから、そやな。じゃあ、部屋、もう一個追加しよう。じゃあ、スタッフはね、ここにするか。はい。で、はい。入り口はここで、で、ソファーはここ。はい。で、あとは、観葉植物。困った時の観葉植物。はい。で、あとは、じゃあ、ソニックのラグな。はい。よし。いいんじゃないですか？はい、OK！で、ここで病院レベルが4に上がりました。で、研修ライセンス。素晴らしいお知らせです。2ポイント保険証から研修ライセンスを取得しました。これで全ての病院でスタッフに研修を受けさせられます。うん、なるほど。で、今ね、精神科の、治療やってるからね。で、ピエロ大量発生中。最近、フロトリングはある問題を抱えています。ピエロです。街中がピエロだらけなんです。どうやらサーカス内のヒエラルキーに耐えられず逃げ出したとか。どんちゃん騒ぎは迷惑でしかありません。対処するためには新しい設備が必要です。あー、ロックスターの次はピエロか。ピエロ。マジで来るの？来るの？来るんですか？Why is it?来てないな。ピエロ。ピエロはどこだ？闇鍋病の人だ。鍋加工室もいるな。鍋加工室はじゃあこの辺。じゃあ鍋加工室。あー、で、研修室。あー、これいるのか。これは 3×3 か。じゃあ、研修室はこの辺にしようか。はい。で、ここだな。で、これが、なんだろう。あ、プロジェクターか。はいはいはい。教託、で、研修用のデスク。こうかな。はい。で、こうでしょうかね。はい。これでいい？はい。で、調剤器をアップグレードしてくれっていう話もあった。で、研修コースを始めるには、教託で A を押すか、部屋に適切なスタッフを、置いてください。教託で A を押す、これか。はい。あー、なるほどね。はい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 、なるほど。まあ、そうやな。まあ、まずは、精神医学をね、もうちょっと何人かにね、やらせたいので、じゃあ、こうしましょうか。はい。で、こんな感じでいい？じゃあ、これで研修を始めましょうか。はい。で、研修を始めるとどうなるんだろうね。で、ピエロ、治療室をアンロックするには、一人のスタッフに研修を受けさせないといけないようです。おー、なるほど。そうか、そうか。ピエロ。あー、いたー！ピエロいましたー。まずいなー。ピエロ治療室を作らないと。うわ、何やってんだろう。さあ、この人がピエロです。
やばいやばいよ、変な人来てるよ。総合診療室、入ってください、入ってください。4人も間違えるのか、まずいな。なのでもう一個作るか。この辺、まあここに作るしかないか。ちょっとこの辺狭くなっちゃうけどな。じゃあこうするか。でこうやな。はい。で書類棚はこっち。でまあこれでいいか。はい。でもう一人お医者さん雇います。ジョージ・マナーズはちょっとこの人何もできなさそうやから、ちょっと待ってね。であと1日したら新しいお医者さん来るからね。でああこの人も何もできない人だ。くまあ仕方ねえ、ここか。はい。立ちながら待たせられてると。ごめんね。そうやそうや、忘れてました、ごめんなさい。はい、ロビーチやな。はいはい、さあ座りな。はい。で、ここにじゃあ自販機置こう。はい。で、はいはい。で、こっちの、はい。椅子を急遽、はい、こう。で、次は、スナック。スナックはこっち。で、ゴミ箱はこっち。はい。OK、ナイス、完璧。で、受付2つもいらなかったな。私、どうかしてたわ。で、じゃあ、ロビーチェアを、こっちとか。はい。まあここでいいか。はい。でこっちにじゃあ雑誌棚置いときましょう。ほい。でまあとりあえずこれでいいか。いやめっちゃ精神科の治療時間かかるな。あ、手がいないじゃん。あ、研修やってた研修やってます。あ、研修ってこんな感じなんだね。これ時間かかるのかな。いや早めに終わってほしいな。いいねいいね。さあどうでしょうどうでしょう。さあお勉強してください。でどうでしょうか。あーピエロの人まだいる。で闇鍋症の治療もしないといけないから、やな。ちょっと精神科のねお待ちごめんなさいね、本当に本当にごめん。で研修終わったっぽいね。よかったよかった、やっと終わった。結構時間かかるね。でパーマンフロイドさんはもう研修終えてください。わかりましたから。でピエロピエロなんだっけ、治療室これがアンロックされたんで、じゃあ置いていきましょう。 4×4でかいな。 4×4 はね、そやな、こっちやな。でけえでけえマジか。じゃあ 4×4 こうしましょうか。でこう、うわー、これオープニングムービーでやってたやつだ。でこのサーカスの中でなんかこう治療するってことか。じゃあとりあえずサーカス用のライトか。いいじゃん、これじゃあ。はい。で裁縫も欲しいな。あ、いいですね。じゃあこの辺りでいいんじゃないですか。わー、サーカスっぽい。さあできました、ピエロ治療室。で、この辺のスペースマジもったいないけど、まあまあいいや。でどうですかね、人とか余ってないかなー。あーで鍋かっこいい鍋、闇鍋病の人来たわ。
ちょいちょい来るな闇鍋病。さあね、ピエロさんはこっち来てください。ピエロさんこっち。でアイテムでロビーチェアで、次は3人のスタッフに研修を受けさせる。マジか。となるともう一人雇うか。じゃあグレインブロッコリーさん、じゃあこっちお願いします。医師はピエロ治療室で働くことはできません。それ最初から言ってくれ雇ったじゃんね。もうじゃあ看護師さんか。はい、そう言ってよ。やばいじゃあこの人に研修やらせるか。そういうことで、こう、で精神医学3、これを待って、診断2かな。でこれをこうして、でこうすればいいんだ。なるほど。まあこれでいいか。はい。さあで、今治療してんのかな。今治療してるんですか。これはユーモア除去装置。あ、そんなユーモア除去しちゃうのやめてあげて。患者さんいねえな。で精神科、あ、だからこっちの精神科で診断受けてからじゃないとこっち来れないんだ。なるほどな。精神科の治療ちょっと時間かかるね。そやな、ちょっとこの辺の空間もったいないね。じゃあもう一個、精神科診療室作るか。こうして、こうするか。こうして、でこうや。でランプ置いて、で観葉植物も置いて、はい、完璧。さあ、でなんか変なところやなもう完全に設計ミスだよね。で新しいピエロ来とる。こっちはカラフルなピエロだな。やばいな今精神科の街がすごい。でピエロさん、ピエロさんこっち来てください。ユーモア除去室に来てください。まだ街があるか。さあどうでしょう、どうでしょう。こっち来たか。こっちの方で治療が始まるわけではないか。で仲間来たさあピエロ同士がニアミスしたよ。でこっちの方座っちゃってんな。さあどうでしょう。はい、さあ急いでピエロを治療してあげてほしい。で闇鍋病の人もいるから、じゃあ鍋加工室作るか。やばい、ちょっと今回は金欠だね。さあな、こうか。うわー、すげえなレイアウトが。ここはさあな、場所ねえもんな。新しいところ、あとこの辺か。これをじゃあ売ります。はい、売却で、この受付をこっちにするか。はい、でここに鍋加工室を作る。もうむっちゃくちゃやもうじゃあこう、あーダメだ、もうちょっとこう、こう、はい、でこう、待って、これをこっちにするか。うーわ、すんごい変な感じになっちゃってやばいやばい。ドアもう作ったか。で鍋はこうか、こうするか。はい、オッケー。金がない、大丈夫か。
耐えるよみんな。で、このピエロさん待ってんな、ごめんね。あ、で、はいはい、来ました。はい、すいません、お願いします。すいません、どうもなんか最近ピエロの気分が抜けなくて、お願いします先生。これはどうやらピエロ症候群だね。さあ、ピエロさんまた診断しに来たのか。ピエロ症候群なかなか手間がかかるね。さあ、どうでしょうか。で、精神科の、診断を受けて、さあ今度は、あ、今度はやっとユーモア熟室に行くのか。いや違うんかい、トイレだ。これはわかる。トイレトイレ。大丈夫かピエロ。あ、違う、まっすぐユーモア熟室の方行ったぞ。はい、どうぞ。間違いないよ。さあ、やっとピエロさん治療される気になりました。なんでケツ押さえてんの。絶対トイレだと思った。さあ、お願いします先生。うわ、何してんだろう。さあ、入ってください、入ってください。さあさあ、ここで、さあさあ、あなたはピエロなんかじゃない。さあ、ピエロよ、彼の元から去るのだ。さあ、どうでしょう。めっちゃ落ち込んでるやん。ユーモア除去しちゃいけないんじゃないかな。で、キャリア目標達成で金がめっちゃ入るらしいです。報酬を受けるにはマップのキャリア目標リストを確認してください。わかりました。で、そうこうしてるうちにこちら。さあ、ピエロ症候群が感知しました。よかった。よかったね。いや、私もね、このもうユーモア除去装置っていうもう大掛かりな装置を買っておいてよかったっす。で、まだピエロ症候群に苦しんでる方がいらっしゃると思うんで、いるかな。あー、一人いるな。で、病院の入り口にこの鍋加工室はね、ちょっと邪魔だったな。今回いろいろミスったな。さあ、今回はここまでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ヌペンでした。さよならー。